100%グラフを学びましょう。100%グラフは積み上げ棒グラフの仲間で、すべての列の合計が100%として、同じ高さになります。このグラフは、異なるカテゴリーを相互に比較するために使用します。例えば、地域別に販売製品を比較する場合などに使用できます。シンクセル要素メニューを開き、100%グラフのアイコンを見つけます。グラフの向きを決定して、 対応すする矢印をククリックしますもう一度クリックしてスライド上にグラフを配置します。100%グラフのデフォルトはデータシートにパーセンテージとして設定された値が入力されており合計が100%行に表示されています。これがデータ入力の理想の形式である場合は必要に応じて各カテゴリーの合計とパーセンテージ値を入力するだけです。 シリーズとカテゴリーに名前を入力して100%グラフを完成させます。これで完了です。また、100%グラフのデータシートで絶対値を使用して、シンクセルにグラフのパーセンテージを計算させることもできます。これを行うには、すべてのセルを選択し、データシートのツールバーから、パーセンテージ形式の追加と削除をクリックします。セルの書式がパーセンテージから絶対値に変わります。 100%行の値を消して完成です。これでシリーズの値として絶対値をデータシートに入力できます。シンクセルは各カテゴリーパーセントと合計を自動的に計算します。データシートで絶対値とパーセンテージを操作する方法の詳細についてはオンボーディングコースのデータ入力についてのコースをご覧ください。シンクセルでは合計が100%ではないコラムを使用しても、 100グラフを作成すすることができます列の合計が100%以上または小さい場合はシンセルによってレンダリングされますクラシックグラフとして取り上げた3つのグラフの種類積み上げ棒グラフクラスターチャート100%グラフはデータシートが同じ構造となっていますシンクセルでは データ入力の後にグラフのタイプを変更することもできます切り替え方法を紹介しますグラフ内の空きスポットを左クリックしてフローティングツールバーを開きますグラフタイプのコントロールボックスをクリックしますドロップダウンメニューが開き切り替え可能なグラフが表示されますここまでで紹介した3つのグラフとは別に100%面グラフ、折れ線グラフ、面グラフを選択することもできます これらのグラフの種類については、別のコースで詳しく解説します。これから積み上げ縦棒グラフをクラスターチャートに変換してみます。グラフタイプのコントロールからクラスターをクリックします。すると、シンクセルがデータを解釈しクラスターチャートを作成しました。